日本のアニメといえば、世界に誇れる文化の一つである。そんな輝かしい功績の裏では、とんでもない苦労を強いられている人々がいることをご存知だろうか。今回はそのアニメ業界の知られざる実態について、ご紹介していく。アニメ業界で働いている人たちの実際の話もあるので、就職を考えている人は参考の一つにしてもらいたい。アニメ業界、1年目の給料は月5万。生活費は親に出してもらってください、アニメーター。大学時代にそこそこ大手のアニメ制作会社の就職説明会に参加したことがあって、会社側から、歩合制で最低保証が月5万、でも1年目はそれしか稼げないことがほとんどという説明があり、それに対して同席した人から、1年目はバイトしつつ働く形ですか?って質問が、なんて返ってきたと思う?いえ、バイトなんてしてたらいつまでも腕が上がらずに5万しか稼げないままなので、安定して稼げるようになるまでは仕事以外の時間は自主練に当ててください。その間の生活費は、親御さんに出していただくなどしてしのいでくださいって返ってきて。今やアニメ関連産業の売り上げは年間 2.7 兆円を超える。一方で、制作現場は、体力、気力の限界をこの仕事が好きという作り手の思いで支えている状況であり、現場の疲弊は、破綻寸前という。ええんか?職人みたいな世界やな。アニメ業界が衰退していくわけだ。これなら漫画やイラストで飯食った方が楽に稼げるし承認欲求も満たせそう。住み込みにすれば解決。そみたいな業界やな。グエンより待遇ひどいよ。なんかアニメーター募金とかやれば出すやつ多いやろ。やってるで。オタクは今知らんってことはまだまだやね。やりがいがある仕事です。会社説明会では、基本プラスになる話しかしていない場合がほとんどだが、その場でそれだけの現実を説明していることから、相当逼迫していることが伺える。月給だけでもとんでもない数値だが、時給に直すと目も当てられない。一致もスレミンたちもその現実に思わず絶句する。なお悪いのはインボイスな模様。ほんまか、やな、利権中中。まずアニメ乱増しすぎやろ。明らかに売れなそうなアニメを作っとるのはなんでなん。そら作れば作るほど儲かるところがおるからやろ。利益配分がおかしくなってるんとちゃうの。うんこの。同期仕事しろ。アニメーターは業務委託やから雇用関係ないし、労働基準法も適用されないし最低賃金も保証されない。でも、そみたいな専門学校入るよりはこっちの方がええんやないか?嫌ならやらなきゃええ。こいつ50超えてそう。20代や。こいつ50超えてるわ。まあこうなるよな。それか高級で海外に抜かれるか。別に世の中にどうしても必要な仕事でもないしな。マジで海外に引き抜かれるでも辞めるでもいいけど、無理して低賃金で続ける必要はないわ。アニメ業界に興味のない人であれば一部のスレミンのような意見にもなるが、日本アニメのファンは今や世界中にいる上に、それでもアニメ業界に携わりたい人も多い。それは金額云々ではなく日本アニメが好きだから携わりたいという人々の情熱の結晶とも言える。最近のアニメ動かさないから別に滅んでもええか、紙芝居と変わらん。日本が誇るスタジオの労働環境?アニメーターって入社時点で上手くないとダメなんかな。せやで、会社側が育てるの放棄してるからな、即戦力が欲しいんや。アニメーターできるレベルの絵描きって相当上積みじゃない?1年で9割辞めるから下手くそでもある程度ノウハウあって、2年目まで生きてたら上積みやで。韓国や中国の方がよっぽど好待遇やわ、そりゃ向こうに行くわ。安くてもいいから絵でお金稼ぎたい。けど、根性の持ち主がたくさんいるからこうなるんや。絵なんか趣味でいいわと思って普通に働け。今までと変わらんしええやん。まだ副業を黙認してる美容師界隈の方がマシ。スタジオ半分に減らしてもええやろ。多すぎなんよもっと競え。娯楽産業で働く人はようわからん。荒木哲郎は人材予算もしっかり見た上で高クオリティの作品作ってるからすげえや。アニメ業界目指すやつなんて芸能人目指すやつと変わらん。給料1万円の下積み芸人見てかわいそうと思うか?わいは思わない。芸人はバイトできるやん。この話はバイト禁止や。下積み時代の話をよく聞くのは芸能人が多いが、当たり前ながら様々な職業にも下積み時代はある。このアニメ業界においてもそれは同じで、稼げるようになるまでは下積み時代そのものと言っても過言ではない。固定制度の都合のええ部分だけ抜き出してる感、お小遣いもらって勉強させてもらってるんやでって、なら住まいと食事を提供せえ、寮を用意して寮費負担ゼロならまだあり。ちなみに熟練アニメーターはどれくらいもらえるんや?熟練というか油乗ってる旬な人は1000万以上。5万はないにしても美容師もそういうところあるよね。社用やね。言っちゃ悪いけどそれだけアニメドになりたい奴が多いという話やからな。需要と供給や。法治国家なんやから法律守れ。法律に反しない範囲でやってるやろ。月5万でドゲット、ちょろすぎか。
好きでやってる連中は給料安くて済むって20年以上前のアニメでも言われてたのに。美容師、美容師、声優、アニメーターなどは働きに行くというか、まずは学びに行くという名目やね。そこから独立して稼げたらまくれるけど、大概は鳴かず飛ばず。こんな技術職に職業訓練とか当てたら良いとは思うが。せやねん、業務委託の個人事業主中扱いにし4年。やりたいことを仕事にするってことはこういうことや、自分がやりたいことなんて他にもやりたい奴がたくさんおるんやからゴミみたいな待遇で扱われるのは当たり前。残念ながら受け入れるしかない。技術職は未熟な人間が一丁前に稼げないのは当たり前ってのはまあわからんでもないけど、生活できない給与しかもらえないのは一丁前に稼げないの限度超えてんのよ。こんだけ話題になっても入社するんだから自業自得やね。自分の好きなことを仕事にするということは、思った以上に厳しい現実もある。だがそれでも日本アニメがここまで発展し世界中にファンを作れているのは、ひとえにそんなアニメ業界に携わっている人々のおかげなのだ。何がクールジャパンだよ、ふざけやがって。そもそもクールジャパンって秋元とかに金を流しただけやからな。アニメーターが5万なのに公務員は平均41万。これはおかしいよな。岸田、動きます。タイヤからあれこれ言われて中止する方向になりそう。公務員も5万になるよう調整します。実際正社員化すると会社潰れるくらい儲からんのか？この業界で。実際は固定給か完全出来高制やない？固定給なら手取り20から25万やと思うけど、下積み時代のことを考えたら完全出来高制を選んで稼ぎは巻き返したいとこやろね。投資家が全部かっさらってるからしゃあない？作っているものがあれなのか、アニメ業界の上の連中も社会観というか社会認識が幼稚なんよ。まるで無人島でおままごとをしているようだ。そんな雇用や賃金がまかり通ると思っているあたり幼稚すぎて。雇用って形じゃ無理やな、この話。インボイスでアニメ業界吹っ飛ぶんちゃうか？アニメ専門学校にも原因は割とあるやろな。明らかに緩いとこばっかやし、スパルタ気味なアニメーター育成専門を作るべきやろ。絵はバカずつまないとダメや。アニメ会社自体そこまで儲からんからね。儲かってるのは投資家と配給会社。だから UFO も脱税したんやで。でもアニメーターって万年人手不足だから、どんなポンコツも犯罪でもしない限りは首切られることはないんだよね。技術習得には時間かかるわ、賃金は安いわ、将来も不安やわ、逆にガソリンで焼かれるわ、なんとかしたれよ。別にブラックやと教えてくれとんやから、ここに謎の夢を見ずに別のとこ行けばええやん。散々ブラック発注言われてるとこに自ら突っ込まなくてもいいんちゃうの。プリキュアの超有名原画マンに会ったことあるんやけど、おもちゃがどんだけ売れようがアニメが売れようがその年の給料には何も反映されないって言ってたわ。長い目で見た予算に関わるから間接的には還元されるやろけどって言ってた。ツイッターで言ってることを直接話したことにしてるのくさ。板丸先生に聞いたもん。ファンの間じゃ有名な喫茶店があるねん。アニメ業界と聞くとアニメ会社も儲かっている感じがするが、現実はどうやら麻薬のようだ。彼らがやりがいを実感するとすれば、その手がけたアニメが日本や海外で人気になり、話題になっている時なのだろう。これぞ究極の縁の下の力持ちと言っても過言ではない。これからは AI が書いてくれるから大丈夫大丈夫。単にユニオン組んで賃上げ交渉ストライキをアニメ業界相手にやらないから、賃金が上がらないだけ、アニメーター不足が深刻なので本来なら売り手市場のはずなのに、賃上げ交渉まともにやらないんだから上がるわけがない。ハリウッドみたいに、こういうのやって賃上げ勝ち取らんと自力で。これアニメに限った話じゃないよな。手に職系の仕事は1年目使いもんにならんし結構こんなの多いやろ。試験で落としたらええやん。こんな待遇なのに憧れてなるたがる奴がたくさんいるからいつまでも待遇が上がらんのや。別にこれアニメ業界に限った話しちゃうやん。どこの現場も少子化でピンチやぞ。別に金より価値のあることしたいからやってるんやろ。ええやん。嫌ならやめればいい。やらなきゃいい。給料月5万の業界なんてそんなにあってたまるか。運送料は基本給一桁万円は珍しくないけど、こんな業界なくなった方がええやろ。なくなって困るのはお前らだろ。わいは日本のアニメ見ないよ。アニメ業界のような厳しい状態にさらされている業界に対しては、当たり前ながら様々な意見があるのは致し方ない。だがそれでも、お金の額に関係なく日本の誇る文化のために懸命に頑張っている人たちに対して、傷つけるような言葉を口にするのは厳禁だ。儲けた金はどこ行った？ハリウッドは金があって、一部の人がそれを取ってるから、ストも可能やろう。アニメは金がないんや。今よりもずっと小さい市場規模だった昔はやってたのよ。アニメ業界もストライキ、他の業界同様に日本の労働者がみんなストライキやらなくなっただけで。好きなことやってるからなんとも思わない。
5万円もらって実践的な絵の勉強できると思ったらええやん。昔ソニアって色アニメゲーのメーカーがあって、社長は豪華なアメ車乗ったりプロレス読んだりしてたが、アニメーターが辞めていったらぐちぐちと恨み節なコラムを雑誌に寄せてたな。こういう人はダメだなと思った。その社長違うかいコラムで、自分が若い頃めっちゃ発球だったってアピールのイラスト載せてたんだが、そう印象付けることで社員への待遇を正当化したかったんだろうか。その苦労話がガセかどうかなんてこっちにはわからんし。アニメ業界の中にも賃上げ頑張ろうとしてた会社もあったのに、ここでインボイスやら AI やらでさらに志す人が減って業界が終わる。AI なんて所詮人間が書いたものを吸わないと何も出せない語、出し使えたもんじゃないよ。Y 石油王なんやけどアニメーターって個人で引き抜いたりできるんか？年収1億で雇ったら神アニメ作れるんか？金を持たすと働かなくなるから時間を奪い金を渡さないでやりがいを与えるのが一番いいんや。ある程度貯蓄がないと無理やな。専門学校を無料プラスお小遣いをもらいながら学んでる感覚でやるしかない。普通に働いて趣味で描くのがいいね。アニメ業界の厳しさや現実が想像以上だったのは言うまでもない。だがそれでもそんな逆境にも負けずに頑張ってくれているアニメ業界の人たちに改めて心からの感謝と尊敬の気持ちを送りたいものだ。さて次は、そんなアニメ業界はブラックという話題について、イッチやスレミンたちがそれぞれの意見を交わしていく一部始終をご覧いただこう。アニメ業界、アニメーターを年収125万で働かせてたら中国系企業に引き抜かれるようになった。助けてくれ。時給換算100円、締め切りに追われ、ブラックなアニメ業界。コンサル俺、月収125万にしてみては？時給換算100円、年収125万って奴隷かよ。新卒の平均年収は約250万円と業界水準より割高だ。アニメを見る人に楽しんでもらうには、作り手の心が満たされていないといけないと同社。ここ笑うとこか？のっけからアニメ業界のブラックな事情の記事を載せるイッチと、それにすぐさま反応するスレミンたち。記事には業界水準より割高とあるが、それでも安い現実は変わらない。それに乗じるように、高品質な日本アニメに目をつける海外の企業も少なくはないようだ。アニメに関して思うことは、労働環境考えるのなら 3DCG に移行した方がいいんじゃねえかなと。一枚一枚手で描いてってほとんど昭和から変わらない肉体労働の形だと思うんだけど、そんなに労力を使うコンテンツともなるとよほど予算を潤沢にしないと産業として成り立たないんじゃないのか？円安だしな。それが資本主義のあるべき姿じゃね？それでも赤字だ赤字だ言ってるのに、もう諦めたら。アニメ業界の上の人が給料分けてやれよ。ブラックすぎてまともな人がいない。草生えるわ。ちょっとイコール相場の3倍。業界やばない？動画は一人月平均400枚以上書くらしいからね。原画だと1枚4000円からぐらいかな。単価上げると働かなくなるって聞いたで。アニメ制作はやりがい、金でやるやつは最低。SNS が発達している現在では、そうした業界に入らずとも、SNS 上で絵の上手な人を求める人も少なからずいる。またそうした技術を売り物にできるサービスもあり、イラストレーターやアニメーターの活躍できる場所の幅が広がってきているのも確かだ。だがそれでもやりがいや充実感を得たい人たちがいるアニメ業界は、もはや尊敬に値する。本当に払われるのか？長期的に雇用されるのかという問題ありすぎ、現在の中国は公務員にさえ給料が払われてないんだぞ。毎回思うけど誰が引き抜かれたんだよ。一流アニメーターの一人でも名前出そうぜ。マジで中国人金あるからな。日本企業で働くやつばか。日本人もアニメ製品買わなくなって勧誘なんてしてないんだし、日本人が海外行って海外資本から給与もらってた方が結局プラスなんじゃねえの。海外で低知能量産までしてくれるんだぜ。年収250万で水準より割高な世界がすでに狂ってるとしか。 AI が絵に動きまでつけてくれるのもするだろう。やるだけ無駄。優秀な業界はどんどん外国の企業に買収されたらいいな。育てたどうこ引き抜かないでってことか。悲しいな。ジブリですら新卒とかだと面接で実家住まいか聞くんだっけ。東京で家賃を払って普通に暮らすことは期待しないでねっていう。もう中間で日本のナロー系は作ってるよ。どんどん技術が上がってるからクールチャイナになる日も近い。 3D は予算が倍かかるけどゲームなんかに比べたら半分で MMD みたいなレベルしか発注できない。こういう底辺仕事を専門学校に行ってまでやるそうって謎だよな。実家が金持ちで趣味を兼ねてるようなのはともかく、中国倒産に助けてもらうしかないな。助けて、外資が真っ当な給料を出すもんだから労働者をどんどん持っていかれちゃうの。
てか、いつまで経っても改善しないよねこの問題。10年後も20年後も同じこと言ってそうだわ。高品質な日本アニメのアニメーターたちを中心に、海外企業が目をつけ、引き抜いていくのも致し方ないことなのかもしれない。それでも日本アニメのためにと尽力してくれている人たちとその将来を、応援しながら見守り続けていきたいものだ。さて次は、アニメ会社に実際に勤めているイッチが、その内事情を赤裸々に告白していく様子をご覧いただこう。アニメ会社に勤務してるけど質問ある？答えられる範囲で。身長何センチ？162センチ。制作進行？うん。イッチの担当であるアニメの制作進行とは、アニメが放送されるまでの制作過程や、スケジュールの管理といったアニメが出来上がるまでの全体の管理が仕事である。この制作進行こそがアニメにおける中枢と言っても過言ではない。今も会社にこもってる？絵コンテが上がらないから今は暇。本当は暇してる余裕なんてないんだけど、絵コンテがないと何もできない。一番悲惨なのって制作進行？演出と創作感がきつそう。制作進行的にもこの二人をどう働かせるかが鍵になってる。志望動機は？あとどうやって就職したの？たまたま募集を見て応募したら受かった。好きなアニメは？サイコパス。白箱ってリアル？制作にあんな可愛い女の子はいない。アニメーターは女の子も多いけど。ブラック？給料は高くないし残業多い時期は本当に多いけど、暇な時期は会社でゲームしたり漫画読んだりしてるだけで定時上がりだし、そこまで悪いところではない。風呂入ってる？会社と同じ建物の部屋に住んでるから忙しくても毎日入ってる。ブラックな業界として様々な話題を生んでいるアニメ業界だが、一致のようにポジションによっては他の職業と変わらない待遇のところもあるようだ。正直暇な時期まであるのは、やはりポジションならではなのかもしれない。手取りいくら？18万。委員会方式って何？みんなでお金出してアニメを作って売り上げをみんなで分けるって感じ。アニメ1クール作るのに何千万かかるからそれを一つの会社が出資して大当たりすればいいけど、爆打ちた時に大赤字になるからそのリスクをみんなで背負って軽減しようって方式。大当たりすれば出資した会社みんなで分配するから分け前は少なくなるけど自社だけで出資する。リスクと天秤にかければ委員会方式の方が良い。やっぱクール始めは暇なんだな。最高何時間会社に拘束？微妙だな。外回りしながらちょいちょいサボってるし、トイレ行くふりして部屋に帰ったりしてるし。そういうのじゃなくて最低限の生活は送れるのかとか聞きたいわけよ。普通に生活できてるよ。たまに旅行にも行けるし。なるほど。やっぱアニメ会社勤務ってもともとアニメーター志望が大多数だよね。他の職種で入ろうとしても門戸が狭そう。そうでもない。元看護師とか介護やってたやつとか芸人やってたやつとかいろいろいる。元看護師の人をはじめ、介護をしていた人や元芸人まで就職できる現状を見ていると、特別なスキルがいるというよりは、やはりアニメ業界に対する情熱の有無での採用もあるのかもしれない。アニメーターになりたいんだけどおすすめの職業？絵が上手ければおすすめ、絵が下手なら迷惑だからやめろ。アニオリ作ったことある？ない。運転上手い？地図とか頭の中に入ってる？カーナビ任せ。予想以上に良いんだな。かなり待遇いい会社なのかな？ゲンガマンで毎月大体何万くらいもらってんの？もちろん人によってまちまちだろうけど。わからん。自分が担当してる話数以外にも仕事してるし他社の仕事もしてるし。今日アニの尺がやばくない？羨ましい。うちで書いてる人たちもうまいよ。新卒で入ったの？もともと制作志望？もともとアニメーター志望だけど、絵の才能がなさすぎて全く食えなくて30代になってから制作進行に鞍替えした。一致の言葉から察するに、アニメーターに関してはやはり即戦力でなくては採用されにくいようだ。ただでさえアニメーター不足が深刻化しているアニメ業界の逼迫している厳しい現状が伺える。ナーモリみたいに収録スタジオ入ることできるの？人気声優と会ったことある？できるけどあまり行きたくない。女性声優たちが監督やプロデューサーに媚び売ってるのを見ると。職場住居一体型って PA 以外にあるの？アパートの一室が会社、俺は同じアパートに部屋を借りてる。すげえ丁寧に作ってんな。聞いといてなんだけど特定されそうだな。最近はこういう会社増えてるよ。ブラックって噂が広まって若い人が全然来ないから。ナーモリ見てるとやっぱりコミュ力が相当必要なの？原画回収のために原画マンに電話かけまくるの？会社によるんだろうけどどこの制作会社も土日祝休みってなってる気がするんだが実際どうなの？
暇な時期は土日祝日休めるし、平日も気が向いたら出勤してゲームやってる。忙しい時期は土日祝日正月お盆関係ない。そもそもタイムカードも何もない。サボろうが泊まり込もうがとにかくカンパければそれでいい。ブラックと名高いアニメ業界に携わるイッチに様々な疑問が浮かぶのか。質問をし続けるスレミンたち。イッチの話を聞く限り、締め切り内にアニメが出来上がるのであれば何をしていても自由なのだろう。福利厚生は普通だと思う。他の会社で働いたことないけど、保険や年金は一通り。無職でも絵描ければ受かるの？アニメーター志望なら現役のアニメーターとコネ作るのが一番手っ取り早いと思う。大体新しい原画って作家から紹介してもらってるから。どこ行ってもコネは基本だよな。そういうのって業界に縁がない人だとツイッターのアニメーターとかフォローしたりとかしておく感じなの？知り合いでアニメ業界行った人はいないな。すでに付き合いのあるアニメーターが、後輩で結構書ける人いるんだけど使ってやってくれない？みたいに話を持ってきてくれる。やっぱりコネは専門学校が最強なんだろうな。自分もほとんどコネはない。俺は専門学校卒だけどアニメーターになれずに制作進行だぜ。でも知り合いはできたんでしょ？それだけでも強いだろ。卒業後6年間アニメーター志望の無職だったから、当時の知り合いで今も付き合いある人は一人もいない。ブラックと言われるアニメ業界だが、福利厚生をはじめとしたものはそれなりに保障されているようだ。だがそれはあくまで一致の勤めている会社はというのが大前提のため、就職を考えている人はそうしたものをしっかりと事前にチェックしておく必要がある。そして周りにアニメ業界に携わる人がいれば、そのコネを利用してみるのもありだろう。会社の部屋割りってどうなってるの？制作部屋、アニメーター部屋、パーティションでアナログ部屋とデジタル部屋に分けられてる。会議室、物置。落として放送延期なったことある？そんなことしたら会社潰れる。違約金で何千万も取られる。本土楓が初メインキャラやったアニメの名前忘れたけど、あれとかヤバいんじゃね。3話か4話まで放送して作画が追いつかなかったらしく、次のクールに伸ばして1話から放送してた。それとは別で最近だとメルヘンメド編とかビートレスとか作画崩壊してて放送間に合わずに飛ばしてるけど、こういうのも違約金の対象なのか？そういう具体的なことはプロデューサーに聞いてみないとわかんないけど、多分放映さえできていればセーフだと思う。間に合わずに総集編とか再放送になったらアウト。仕事してて楽しい？あとやっぱり富野監督って性格悪いのね。楽しいよ。慣れればルーチンは悪だし。30歳無職だけど慣れる？慣れるんじゃない？保証はできないけど。悲しいこと付け加えるのやめろ。制作とクリエイターの比率どのくらい？正社員は同じくらい。アニメーターのほとんどは社外の人。会社以外に同僚の友人いる？いねえな。みんな仕事上の付き合いだけ。そもそも同僚じゃない友達もいない。アニメ会社と聞くとその社内にたくさんアニメーターがいるイメージがあるが、現実は相当人不足のためもあってか、社外の人がほとんどという現実にもうなずける。そうやってまかない合いながら、なんとか締め切りに間に合わせているというのが否めない。絵の素人だけど色塗りの練習でアニメ塗り合ってるんだが、想像以上に難しくてうまくいかないコツ教えて。それがわかってれば俺がアニメーターになっとるわ。日本の DVD とか BD 高すぎ、海外と同じにしろよ。市場規模が違うから、海外と同じ価格にしたら食っていけない。絵コンテ上がってないとか、監督は今期か時期のアニメもやってんのか。やってるのかな？監督とやり取りするのはプロデューサーで俺たちはほとんど会わないからよく知らない。円盤の売り上げって影響あるの？売れなかったら会社が潰れるから困る。一生続ける？わからん、特に辞めたいとは思ってない。一生続けるとして順調に昇進したらプロデューサー？それでどのくらいの給料なんだ？選択肢はプロデューサーになるか監督になるか演出になるか。給料は特に興味がないからわからん。アニメ業界で働いていないスレミンたちからすれば、やはり労働力に見合った金額がないと働きたくないというのが一般的な考えだ。だが一致の場合はやはりアニメへの情熱がお金の事情をも上回っているのが見て取れる。人の情熱というものはそれほどまでに強い力を持っていると感じいると同時に、頭が上がらないのも確かだ。どうし会社の選ぶ基準とかあるの？いつも同じ会社に頼んでる。海外に合わせたら食っていけない？アホみたいに高いアクリルキーホルダーとかラバーストラップとか缶バッジみたいなグッズで利益出てるんじゃないの？それで利益出てるのはアニプレックスとかで、こっちには関係ないし。あのアーみたいに高いグッズの収益は制作側に1円も入らないの？劇中キャプチャイラストのグッズでも？その辺はプロデューサーの仕事だから俺はよく知らない。会社の平均年齢と既婚率は？
30代から40代が多いと思う。既婚者は3分の1くらい、離婚経験者も3分の1くらい、残り3分の1はほぼ童話処女。自分の嫌いなジャンルのアニメの仕事来たらできないしない？するけどお仕事だから。アニメーターと聞くと若い人たちが多く活躍しているのかと思いきや、意外と中堅層の人たちが多いことにも驚きだ。それだけ昔から日本アニメは多くの人々を魅了している証でもあるのだろう。絵も CG も何もできないけどコミュ力はあるから、なんかそこら辺で仕事できそうなのない？本当にコミュ力あるなら制作進行だけど、自分でコミュ力あるって言っちゃうやつは使い物にならないってのが定説。会社の社長は作品に携わってる？管理だけ？うちは社長イコールプロデューサーイコール制作デスク。放送局への納品のデッドラインって放送開始の何分前？1週間前、局の方でも放送していないようかチェックしたりするし。何を基準にアニメーターは採用されるの？描いた絵とか見せるの？新人採用にはノータッチだからわからん。でも何も見せずにアニメーターにはなれないんじゃないかな。納品の際の媒体は？テープって呼ばれる黒い箱、中身が実際にテープなのかは知らない。ぶっちゃけ原画が全部上がった時点で俺の仕事はほぼ終了で、あとは他の人がやってる仕事に立ち会うだけだからあまり真剣に取り組んでない。放送数時間前まで V 編してることよくあるけど1週間前は早いな。それが当然なんだろうが。それってテレビ局が受け取ってくれないだろ。そっちのやりとりは知らんが普通に放送されてたけど。曲のチェックなしで放送してもらえるってよっぽど信用されてる会社なんだな。白箱とハッカードールの黒箱、現場はどっちより？黒箱は見てない。ニコニコで見てきた。完全に白箱より、むしろ白箱よりも楽。白箱見てアニメ制作のことが少しは知れた気になってたけど、アニメ業界の人からしてもリアルに書かれてるのか。 PA オリジナルアニメはいつも良いものを作ってくれるけど、そんな会社が裏側を書いてるんだから原画マンたちヤバそう。日本アニメの裏側にある現実は、それを知らない人たちからしてみれば相当ブラックだというのは言うまでもない。だがそれでも日本アニメが好きで、そのために尽力している一致たちの姿を目の当たりにしていると、逆に静かに応援しながら見守ってあげたい気持ちになるのもまた確かだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。日本アニメは国内だけでなく世界中からリスペクトされているものの一つです。そんなアニメ業界を支えてくれている人たちに、改めてありがとうと伝えたいものですね。こちらの動画の感想があれば、ぜひコメント欄にお寄せください。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。